はい、西教授です。ポレポレ英文読解講義例題 14-3、 今回はコンマの役割とエバーという単語、これだけです。で、まあコンマの役割については今回挿入が出てきましたから、まあちょっとしっかりと押さえておこうかというのと、まあコンマちょっといっぱいあって分かんなくなるんでちょっと整理してほしいっていうようなリクエストもコメント欄にあったので、まあまとめておこうかなと思いました。で、コンマの役割はまあ文法の本を読むといっぱい書いてますけど、まあ受験で必要な知識に絞りますと、大きく言えば区切り1番、2番挿入、これは基本だと思ってください。で、区切りっていうのはどういうことかっていうと、1番区切りね、これ全部長い主語の後、まあ、主語が長くなってきた時にそこで一息ついてやって、で V に入っていくということは起きますが、これはカンマがあってもなくてもいいわけですね。まあ筆者がちょっと長くなったな、区切っとくかと思うとカンマをつけるし、つけない場合もあると。で、短い主語の後のカンマは挿入ですよ。区切っても意味ないですからね。短い主語で一語でパッて区切ったって、いや一息つくかっていうのはつくなよお前っていう話じゃん。だからその時は挿入と思ってくださいね。長い短いが何センチですかって言われたら知らんわそんなことはと思うけども、まあ基本的には比較的短い主語の後カンマが来たら SV って来てほしいのにカンマだから挿入と思う。で、長い主語の後カンマがあって V がすぐつながってる場合、カンマ V とかは、まあ主語が節がいっぱいついて長かったから一息ついたんだと思えばいい。から副詞、例えば Today カンマって言ってもいいし、 Today SV ってやってもいい。副詞句 In Japan カンマ SV ってやってもいいし、In Japan SV ってやってもいい。副詞節 If SV カンマってやってもいいし、ない場合もある。まあ、ここは区切りを入れたいと思ったら入れるカンマつけるし、まあなしでいけんじゃねと書き手が思ったらつけない。だ、君たちは副詞節の後のカンマをつけておいた方がいいです、書く場合は。それから形容詞カンマ、形容詞名詞、これは形容詞で形容詞の名詞というように and を使わないでカンマでつながってしまうことができます。 A lovely sunny region、 まあ素敵で日当たりのいい地域。から3つ並べるときは A カンマ B and C、 B の後カンマを打ってもいいんだけど、これは打たなくてもいいが、少なくとも A B and C だと分からないので1個目ここはちゃんと区切り入れておくと、 A カンマ B カンマ C and D とかね、そこは区切りを入れないと分からなくなるから入れると。から同格、これは例えば Haruki Murakami A famous Japanese writer というように、まあ同格の時カンマカンマで説明を加えると。まあ挿入と思ってもいいし、まあ一旦区切って説明入れたと思ってもいいです。地名、まあシンシナティオハイオ、オハイオ州シンシナティ市みたいな、これは読むとき気にならないと思うよ実際。で、不可疑問の前ドンチューとかね、呼びかけの後ハイとかタロウとかの後、こんなのも読むとき気にならないと思うよ。で、関係代名詞関係副詞の非制限用法、これはカンマがあるかないかで全然意味が変わってきますから、まあ非制限用法で使ってるなということは自覚してほしい。まあ、一応列挙しましたけどね、結局は区切り、どういう場合に区切りを入れるかということを一通り見て区切りだなと思えればいいです。ただまあ一遍整理したかっただけだな。こうやって整理されるとまあ安心するでしょ、一回くらいは。なかなか受験用の文法の本でコンマの役割なんて書いてないからね、なかなかね。で、次問題こっちだ、に挿入、これ文を読むときには流れ、意味の展開だけじゃなく流れを意識します。 SV 次 O だなとかね、その予測した流れがカンマで切断された場合には挿入だと気づいてください。こいつが一番読解のときややこしいんですよ。予測された流れがカンマで切断されたら横から割り込んできたなと思う。じゃあこの割り込みがどこまでかを考えたい。で、カンマで始まる場合は必ずカンマで終わります。挨拶みたいなものだね、ちょっとごめんよ失礼しましょうみたいなカンマカンマだと思えばいいよ。そうやって、カンマで終わる。ただ次のカンマとは限らないからね、次の次のカンマかもしれないし、次の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 カンマかもしれないが、少なくともカンマからカンマまでが挿入で、そんなこと言われたら分かんねえじゃんっていうふうに思うかもしれないけども、
予測した流れが切断されたわけだから、挿入が終われば予測に戻るはずじゃん。でしょ？だから SV って言ってほしいのに S の後カンマがあって挿入があったら、挿入が終わったら V のはずじゃん。でしょ？例えばフェン SV って言きたいのに、フェンの直後にカンマがあったら、それが終わったら SV のはずじゃん。いっぱいカンマがあっても混乱しなくていいのよ。挿入が始まったら終われば元の流れに戻るはず。だからカンマがいっぱいあろうが、予測した流れ、これは骨格だから、そこに戻るんだっていうふうに思えばあんまり動揺しないでも、カンマが多い分を見たらそれだけですごい混乱する人がいるんだけども、それはカンマの役割一通り知っておいて、特に挿入、挿入の中に挿入とかあるからね、場合によってはその時にもビビらないでいけるようにしておくという話です。さて、もう一つエヴァーっていう単語、単語一つだけどね、エヴァーっていう単語をちゃんと押さえていきましょうということです。で、実はこのポレポレは91冊までこのエヴァー強めと書いて掘り投げてますが、ちょっと本当は違ったね。エヴァーは A 時点でいくと At any time ってなってます。で、英和時点でいくと訳がいつもとかいつかとかこれまでにとかいろいろ出てきて混乱するんだが、要は any の訳なんですよ。肯定文で any 使ったらどんな何々でもだね。ということは at any time、どんな時にでも、つまりいつでもってなる。ただいつでもっていう感じで使うのはこの頃では always を使って ever をいつでもの意味で使うことは極めて少ないです。こういう場合に限られてます。 ever since 何々、何々以来ずっと、まあ、現在完了とともに使いますね。何々以来ずっとあった時代、どんな時も。で、since の後は SV ってくるとか、1965年とか来るとか、消えて全文の内容で、それ以来ずっと、ever since だけで、それ以来ずっとってなる場合もあります。要は、ここが分かりきってたら消えると。そしたら since 1号でそれ以来になると。いうだけのことですけどね。 ever since SV、 ever since 年、 ever since だけは同じことです。次は形容詞あるいは文詞を修飾するんだけど、この場合だいたいねハイフンがつきますよ。 ever increasing population、 これは増加し続ける、 at any time、 どんな時も増加していく、増加し続ける人口とかね。 ever present dangerプレゼントはその場にある。どんな時もその場にある危険。つまりいつでも起こり得る危険。いつもある危険。こうなるわけだ。で、エヴァーが肯定的に使われてエニーの肯定の意味が出てくるのは大体この2つのケースで、普通の文ではあんまり出てこないと思って結構です。次、否定文、疑問文。否定文だと I have not ever been there。 そこには1回も行ったことがない。これは現在完了の経験で at any time で、現在完了だったらこれまでに、これまでにどんな時もないってことは結局一回もないんじゃんというようになるわけで、いいですね。で、この not ever、 これは never に一語に統合しても結構です。 never って un ever で not ever のことなんで。か、次、Have you ever seen anything like that? そのようなものを見たことがありますか？これ、これまでになるけども。現在完了の経験と一緒に使ったら、何らかの時に。で、これまでは現在完了に含まれるわけよ。でしょ？今までが現在完了だから。だから、これまでにっていう訳は、エヴァの特殊な訳じゃなくて、要は、at any time の訳で。で、これまでっていう言い方をしたのは、現在完了で、経験だからこれまでってやっただけだから、いつもとか、これまでにとか一度とか覚えていかなくてもいいよっていう話。 any の役がいろいろ動いてるというふうに思えば済む話なんだよ。条件、条件の中で any を使うと仮にぐらいなんだよ。仮に何らかの、例えば if you have any question は何らかの質問があればっていうことなんだよ。 if 説明には何らかの、そしたらこれは at any time だから、何らかの時に
日本に来ることがあれば、だからまあ何らかの時に、でこれからだからいつか日本に来ることがあればというふうに訳した。だからいつか、いつでも、これまでにっていうふうに覚えていくんじゃなくて、要はエニーの訳が、あとエニーじゃないかな、条件接続詞のエニーの使い方、否定文とエニーの使い方、疑問文とエニーの使い方、肯定文とエニーの使い方っていうふうに思えば全部収まるよねっていう話だ。でここの本文では For なんとか ever to become だとね、この ever は副詞なんだけど、副詞は to を飛び越えてここにかかることはできる。実は特に頻度だね、 sometimes とかは to の前に置いてかけてもいい。これをしとくといいよ。で、at anytime がこうかかってる。そしたら for が to になるためにはっていうのは、まあ条件的な感じじゃん。だからいつかっていう訳に変更しました。ここはポレポレ修正を入れたところなんで、91版でもエヴァ強めとしか書いてません。まあ、いつかっていう訳は出てるんだけどね。そこはちょっと、強めとか消しちゃってください。こういう使い方です。で、次。あとは脅威強調の使い方があって、これは割と会話で使うかな。How did you ever manage to do it? Manage to は何とかする。一体どうやって何とかそれを成し遂げたんだ。Whoever are you? お前一体誰だ。これは多分不法侵入者とかに対して使う。お前一体何者なんだよ。なんでここにいるんだよ。Wherever have you been? 一体どこに行ってたんだ。というような使い方。まあ、一体って訳しとけばいいよね。これは、比較級最上級と一緒に使って強め。これやります。The most remarkable election。これだったら、最も注目すべき選挙。で、エヴァが入ったら、史上最も。ぐらいになるが、エヴァはここに入ってもいい。最上級形容詞と名詞の間に入ってもいいし、最上級形容詞名詞の後ろに入ってもいい。いいですか？っていう使い方がある。これは強め。これは脅威強調の使い方。これは、ちょっと別枠にしといてみよう。こういうのもあるよ。でもここまでの基本的なエヴァの使い方は、at any time だ。any をちゃんと分かっていれば OK だよね。っていう使い方なんだ。というふうに思ってくれればいいです。では宿題。He seldom, if ever, goes to church. He seldom, if ever, goes to church. これを、どう訳すか、そしてなぜそう訳すか、なんとなく丸暗記してた人は訳はできるかもしれないが、なぜそういう訳になるのかもちょっと考えてみようっていうのが今回の宿題です。それでは今回はコンマとエヴァだけでした。しっかり見直してください。 See you.